Good evening! It's Yuki! こんばんは、ゆっきーです。はい、今日はですね、動画のタイトルにも、もうね、書かせていただきましたが、ちょっと明日、発表を、ちょっとね、ご報告させていただきたいことがあって、で、これはね、なんかね、別にこういう動画作らなくていいんじゃないかなとかも思ったんですけど、一応ね、毎日見てくださっている方のためにもしっかり発表しようと思いまして、ちょっと明日、とある、発表というか、発表じゃないですね、報告か。報告を、させていただこうと思います。はい。で、今日はね、報告はないんですけど、今日はその予告です。はい。ご報告したいことがありますとか、ちょっと伝えたいことがあるんですとか、ごめん、ちょっとね、言ってなかったことがあった。ちょっと話さなきゃいけないことがあるんです。っていう時に使える英語フレーズ。これ今日3パターンご紹介していきたいと思います。で、使うのは私がいつも言っている、最強動詞 have ですね。これ3つとも have を使っていくんですけど、それぞれちょっとずつ違うので、さあ違いは何なのかなっていうのはね、一緒に考えながら、やっていきたいと思いますが、まず、じゃあ1つ目。はい、これはですね、もう本当にさらっとね、言える。日常会話でも、もうたくさん使える、have の表現。I have something to tell you. I have something to tell you. ちょっと伝えたいことがあるんだけどっていう時の表現です。I have something. 私は何かを持っていますね。something to tell you. あなたに tell 伝える、何かを持っているっていう意味で I have something to tell you. ちょっとね、伝えたいことがあるんだよね。っていうので、さらっとね、使える表現です。まあ、前置き表現ですね。なんかね、いきなりドーンって言うんじゃなくて、I have something to tell you. っていう風に言った後で、そう言われた相手はね、Okay? とか、What? とか、Sure? とかね、Go ahead? とか、多分言ってくれると思うので、言われたら、ダーンとね、伝えたいことを、伝えるっていう時に使える表現。これがまあ、まず1個目です。で、2つ目は、すごく似てるんですけども、後半が変わるので、どこ変わったかちょっとね、見ててください。I have an announcement. I have an announcement. あななななななみたいな、なんだこれっていう感じはしたんかなっていう思うんですけど、なんかちょっと待って、喋れなくなってきた。うん。はい。I have an announcement. あ、ちょっと待って、間違えた。1個多いわ。I have an announcement. I have an announcement. これです。はい。これね、今何て言ってたかっていうと、I have an announcement. I have an announcement. っていう風に言っていました。アナウンスメント。発表、アナウンスがあるよっていう意味で、さっきのね、I have something to tell you. ちょっと伝えたいことがあるんだよねっていう、この something、何か、ちょっとっていうね、なんかこうぼかすんじゃなくて I have an announcement. I have an announcement. アナウンスメントがあるんです、皆さんに発表がありますとかね、ちょっとだけ正式な感じが出てきますので、結構ねビジネスの場、なんか会社で、新しいプロジェクトをやることになったぞとか、会社が統合されてこれからね、厳しくなってまいりますとかね、なんかそういう発表、大々的な発表とかに、使ったりします。あとは、スピーチとかでもね結構ね I have an announcement とか We have an announcement っていうので、割と使われることが多い表現ですね。はい。で、I have an announcement to make. 後ろに to make っていうのがつくパターンもあるんですけど、これ外しちゃってもまあ使えます。はい。というのがまあ二つ目。はい。で、最後は、今のね、1個目と2個目は一般動詞のハブを使ってたんですけども、最後のハブはちょっと違う色、ちょっとね、違う使い方をするハブです。have to, have to, 何々しなければならない。これはね、ユッキーの42日間、夏休み英文法復習レッスンでも、助動詞のところで have to、ご紹介してきましたが、これね、客観的な理由があって、何々しなければいけないっていう時に使うのがこの have to でしたよね。はい。で、これを使って、I have to tell you something. I have to tell you something.あなたに、伝えなきゃいけないんだよねっていうような、これ、こういう言い方もできるんです。I have to tell you something. ちょっと言ってないことがあったの。ごめん。ちょっとね、言わなきゃいけないことがあるんですよ。I have to tell you something. I have to tell you something. はい。
これね、使えます。ということで、おさらいすると、今言ったのちょっと3つパパッと出てきます。結構ね、難しいんですよね。なんか数分前にね、言われたことって結構人間忘れるらしくって、こうやってね、復習することとか、忘れた頃にもう一回思い出そうとすることが、結構記憶にとって大事なんですけど、1,2,3。はい。最初は何だったでしょうか。I have something to tell you. I have something to tell you. そして2個目。これは I have an announcement. I have an announcement. そして最後。I have to tell you something. I have to tell you something. はい。この3つ。今日の動画の概要欄のところにも書いておりますので、ぜひ、おさらいして練習してみてください。特に2番目の I have an announcement. An announcement. I have an announcement. これね、have と、an の an が、まずくっついて have an になって an と announcement のこの n と、ね、a がくっついて an announcement になる。この2つのポイントが、ポイントというなんか発音のね、関門みたいなのがあります。で、これをクリアして言えるようになると、I have an announcement. あ、ちょっと待って、間違えた。ダメだね。間違えちゃダメですね。I have an announcement. I have an announcement. これね、言えるようになるので、ぜひ練習してみてください。はい、ということで、はい、I have an announcement to make. はい、で、I have to tell you something. I have something to tell you. そう、皆さんにお伝えしなければいけないことがあるので、明日動画のタイトルからですね、もうバーンとね、そのもう結論からもう言っていこうと思うんで、出していこうと思いますので、明日の動画、ぜひ見ていただけると嬉しいです。明日でなんか動画のなんか嫌だな、なんか変になったら、大丈夫だと思うけど、はい。で、明日はですね、その報告動画だけだとなんか、個人的な報告をちょっとさせていただくので、それはなんかね、YouTube の場を使ってね、そういうのをやるの申し訳ないかなっていう気持ちもちょっとあるので、もしかするとちょっと動画の最後にプレゼントつけるかもしれないです。はい。またね、まあ、全くまだその報告の動画もね、まだ作ってないんで、明日何時にアップできるか、わからないんですけども、明日の動画ぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye! Good night!